今日はサツキショーの予想になりまーす。お前らやってくれたな、おめえ、ほんとにさー。低評価が、いくつだ？低評価が127。お前ら押してくれたわ、マジで。おめえ、頭いかれてんだ、バカ野郎。釣られてるってことに分かってねえんだよ、お前らに。評価を押さしてんだよ、俺が、バカ野郎、ほんと。それが分かってねえんだろ。低評価127、いったね、久しぶりに。100超えたな、おい。お前ら知らねえうち釣られてんだよ。大体こうやって釣られちゃうんだよ、すぐ。これぐらいのね、再生回数でね、こんだけ評価がつく動画はなかなかないんでね。合わせて200超えてるんでね。心揺さぶる動画を作りたいんでね、最初から。まあこれはいいことですね。満足してるよ。ということで、久しぶりにあのコーナーをやります。コメントに返してきます。まずはフットサラ長。おもろいやんけー。いいね。関西に俺の笑いがわかんのかよ、バカ野郎。関西に俺のセンスがわかんのかよ。だとしたらすげーぜ、お前、フットサラ長。そしてポポカテペトル、やめちゃえよ、下手くそ。おめえがやめろよ。お前が電源切れよ。早くお前の脳の電源を切れ。そして二度とみんな、当たるたびにコメント出してやるよ。俺が当たるたびにこれ、恥さらして出してやるよ。なんだ岩沢茂、下手くそ。おめえの名前が下手くそそうな名前してんだ、岩沢この野郎。岩沢茂。もう名前からして下手くそなんだよ。そしてひろゆき、宝塚綺麗まで予想お願いします。悪くない予想なのに、次回はコントレイルでいいのでは？何を指南してんだよ、俺に。去年の動画全部見直せ、バカ野郎、ほんと。全部見直してから、来い。そしてね、まあ、久々に低評価心地いいわ、クソ野郎ども、もっと来いやーっていうところにね、俺は高評価をしたぞっていうのがね、3人来たんでね、こういうノリはいいですね。いいです。こうたくん、塩分控えめ。北村さん、ありがとう。サンキュー。俺のじゃねえけど。今、こんな動画があるのは、このもがかっちゃんのおかげだよ。エンタメとして、昔みたいなもっとハードな悪態が見たいです。登録増えてマイルドになりすぎだよ。ほんとにちょっとね、ぬるかった最近。ちょっとね、視聴者迎合してたっつうかね。ひよってたというか。このもがかっちゃんのおかげで俺も、また悪魔のような自分を取り戻せた。ほんともがかっちゃんありがとう。こういうチャンネルなんだよ、ここはよ。もう慣れ合いがもともと苦手なんでね、俺は。マユトみてえな、キモい慣れ合いはできねえんでね、俺は。ということで、今日も始めていくぜ。テンションがいかれてるけど、行くぜ。まず重大ニュース。今週から、新内競馬新聞、エッグさんが戻ってくるぜ。伝説の逆進でも逆進と呼ぶにも、もう失礼なんじゃないかなっていう、本当に神様なんですよ、エッグさんは。エッグさんの消しマーク、馬券圏内 70% 以上、これ有馬記念時だからね。有馬記念を入れたらもっと上がるかもね。有馬記念ワールドプレミアにね、消しマーク打ってたから、エッグさんは。さらに伸びてるかもしんないけど、とにかく、馬券圏内 70% 以上の消しマーク、タンプク回収値ももう100円なんてレベルじゃないから。半端じゃないから、マジで。そのエッグさんが戻ってきてくれるんでね。すげえ。嬉しいね。なんかね、いろいろ変えてきたって言ってるけど、俺はまだエッグさん神話を信じてます、俺は。魔界旗が勝ったダービー以来 G1 全敗らしいんで、まだまだ、俺は乗った方がいいんじゃないかと思ってます、エッグさんには。でっか最近のことを言うとね、3連敗してるけど、去年当たったように見えたけど、去年ものすごく当たってるんだけど、実際。去年、サツキ賞当てた後、歯の天皇賞から安田記念まで6連敗してるんだよね、俺は。まだ3連敗なんで、まだまだ、なんとも感じてないです、実は。まあ終わったらね、1年間終わって、プラスならいいんじゃないかと思ってるんでね。今日も大雨降って不良馬場だけど、どっかでチャンス、が来ると思ってるんでね。ただちょっと内容は悪い。外し方の内容はすごく悪い。去年とは全然違う。去年は外しても3頭絶対シルシル打ってたりっていうのが多かったんで、内容はすごく悪いね。それだけです。じゃあ本命成績。勝率 23%。
連帯率 32.4%、副賞率 40.5%、単勝回収95、副賞回収値65円。先週は出店者なんでね、まあ連帯率、副賞率はちょっと上がったぐらいかなって感じですね。じゃあ2020年サツキ賞本命は5番サトノフラッグ、オッケー来たぜー、来たぜサトノフラッグ。まあね、わかるよ、弥生賞でね、成績、まあ弥生賞組自体全然来てないのは知ってるし、もう、んなのは10も承知だけど、勝ったりしたらあんまり来ないのもね、わかるけども、まあサトノフラッグかな。まあ、血統もすごく評価しててね、俺は。サンデー系とカロ系なんだけど、まあ、この組み合わせがすごくね、中山2000来てるんで、まあ、自身でも2勝してるし、ウィンブライトとかね、中山金牌とか勝ってるし、すごく合ってるんじゃないかと思います。それでね、ディープにノーフォーセールって言うとね、ダノンファンタジーと全く同じ組み合わせなんでね、まあ、スケール感はでかい組み合わせなのかな、という感じですね。まあ、あっちはダノンだから本番はダメだけど、こっちはね、里見さんだからね、まあ本番も強い感じがします。で、まあ、主でね、弥生賞勝ってるんでね、それでまあ安心感、馬場に関しての不安はないっていうことですね。先週かな、武豊 TV 見てて、なんかものすごく褒めてたよ、武豊。まあ本番乗れない馬なのに、めちゃめちゃ褒めてて、もうディープにそっくりって乗り味がって言ってたんだよね。コーナーのまくりを見るとね、あーディープをちょっと思い出すね。まあディープっぽいって言うと中山苦手な感じはあるけどね。でまあルメールだし、まあ外気は出てないんだけどね。国枝厩舎なんでね、まあ関東の重鎮なんで、まあルメール国枝厩舎って言ったらまあ誰も知ってる、あー問題なんでね。これも問題ないと。いう感じで。まあ、早くなることはないけどね。時計は早くなることはないけど、まあ、実力的に、まあ、レコード出してるしね、2歳で。まあ、そんなのも無意味だと思うんだけど、それより、主でね、ちゃんとまくって差し切ったっていうのが、いいんじゃないかという感じです。自分の指数では、1位ですね。サトノフラッグ。まあ、罠かもしんないけど、まあ、これはいい。と思うけどね、安定してて。枠もちょっと外の方がいいかなと思うけど、まあ、最内のコントレールよりは、まあ、いいんじゃないかと。まあ、一番穴が少ないと思ってるんでね、俺は。まあ、弥生賞のこと言われるとあれだけど、弥生賞勝ち馬がどうとかとか言われるとあれだけど、まあ、一応、あんまり穴がないかなっていう感じで、まあ、指数もトップだし、本命にしました。これでいきます。台はちょっとプレゼンしづらいんでね。しづらい馬が言ってもいいんだけど、まあ、太鼓は飛ばして、まあ、3までコントロール。まあね、やっぱこれは切り切れないかな、俺でも。さすがに。さすがにあの、トースポーを見ちゃうとね、あれは本当に強かったな、と。もう、ジャスタウェイの天皇賞秋を見るようなね、まあ、安城も一緒だし、トースポーの時はムーア乗ってたのか。あれを思い出すような、ものすごい強さだったしね。それでまあ、ホープフル。もうまあ、うまく福永騎手乗って、勝ったし。まあ、問題ないね。まあ、アーチちゃんアンブライドルズソングね。まあ、これはね、スワーブリチャードとかね。いるけど、まあ、あれはハーツくらいなんでね。スワーブリチャードは。ディープでアンブライドルズソングつと、ベッドベルローズ、ベッドベルジュール、ダノンプラチナとか。まあ、あんまり、そんなにプラス材料ではない。って思ってます、俺は。外球は大山ヒルズと。これもあんまりプラス材料でもないような気するんでね。矢作厩舎とはいえ。やっぱちょっと枠とね、やっぱ騎手はね、ちょっと、俺は別にそんなに嫌いじゃないんだよ。ワグネリアンの時ディスったけどさ、福永騎手、スタートは決めてくれるし。全然嫌いじゃないんだけどね、一枠一番ね。どうするんだろうね。詰まることもあるのか。かも、なんかそういうイメージもあるからね、ちょっと、嫌だね。若干まあ、福永騎手、最近、良くないんでね、重賞成績。選手みたいにデータ出してもいいけどさ、いろいろ、福永騎手の。騎手はちょっとマイナスにしました、俺は。まあ、こんな感じで、3番手になってます。4番手、これがね、俺は、押したい馬なんだけど、4番手、ベルト大前提。この馬がね、
うん、やっぱり、血統派とすると、この馬が一番いいかなと思ってます。能力的にはね、まあ、なんか相手なりに走る馬だと思ってるんで、どんな相手が来てもね、相手なりに走ると思うんでね、この馬は。それ、謹慎にワールドプレミア、ワールドエース。ゴールドシップがね、勝った、サツキショーになると思ってるんでね。あんぐらいの馬場になると思ってるんで、回復して。でワールドエース、その時2着だから、この馬は、いいんじゃないかなと思ってます。で、ドリームジャーニーも、父の、表規制あるんで、俺はそう思ってるんで、相当合ってるんじゃないかなと。まあ、三強以外ではこれが、かなり、面白いんじゃないかと思ってるんでね。まあ、もう一頭対抗、対抗、もう三強以外なんだけどね。まあ位置取りもいいし、ただ枠が心配なだけで。この馬いいんじゃないかな、ベルトライゼンで。まああとサリオスについてちょっと話すとね、まあ、サリオス俺も結構好きな馬なんだけどね。まあ正直下げましたね、結構。ものすごく走りを見てね、かっこいいなって思いましたね。待機ブリザード以来かな。かっこいい走りだなって思ったのはサリオス。なんかビューっともう本当にまっすぐ走るからかっこよく見えてね。まあ毎年言ってるんですけど、まあハーツクライトニービン。父ハーツクライかトニービン系。ハーチジトニービン系。何しろトニービンを持ってるような馬の成績がね、もうサツキショー。めちゃめちゃ悪いんで、もううちだけかと思ったらうち以外でも全然来ないんで、00018。まあ、この中にはすごい馬がいっぱいいるよ。まあ、オーケンムーン、タイムフライヤー、スワーブリチャード、ワンアンドオンリー、フェイムゲーム。全部飛んでるから。これもう騙されまくったからね。俺、騙されに騙されまくったからね。だから、まあ、初くらい持ちとか、トニービン持ちはもう本当に毎年下げてるんでね。去年ぐらいから、遅えけど、騙されなくなったのは。ただね、ただ気になるのは、やっぱり外国人ジョッキーが一人も乗ってないんだよね、このトニービン持ちの馬に。今年はレーン騎手がね、2週間前からコロナの影響でそこまでして乗りに来たっつうからね。まあ、日本に来たかったんだろうけど、相当気合入ってると思うんでね。まあ、機種だけは怖いかなっていう感じで、そんな感じです。では、実況動画もよろしくお願いします。チャンネル登録、よろしくお願いします。全印と買い目と、新内競馬新聞は、ブログの方に載せるんで、よろしくお願いします。馬券の購入画面は、レース発送前に、ツイッターにあげるんで、まあ、見たい人は見てください。じゃあ、行くぜ！OK、アプティミー競馬チャンネル行くぜ！